がかりをはじめ数多くのアーティストの編曲などをしてきた本間は、個性的な声質と表現力を併せ持つボーカリストを探してきた。変化していく様がすごく面白かったっていうのが僕の思いです。従来のあれからはみ出してたんですよね。言葉がこうやっぱ落ちるんですよね、我々の前で。そんな本間が最も印象に残った声、アンケートにアプローチに大きな個性を感じたと回答。それが二次予選でのこの声。ガラスの少年、時代の破片が胸へと突き刺さる。バスの窓の君に背を向ける。雨が踊るバスストップ、君は誰かに抱かれ立ちすくむ。僕のこと見ないふりした。指に光る指は、そんな小さな石で未来ごと売り渡す。君が悲しい僕の心は、ひび割れたビー玉さ覗き込めば君が逆さまに映る。Stay with me。 ガラスの少年、時代の破片が胸へと突き刺さる。歩道の空き缶蹴飛ばし、バスの窓の君に背を向け。アギュレラが好きなんでしたっけ、はい、ですよね。それがもう出てますよね、なんか、うんうん、アギュレラが好きな子があるとブルージーな感じにアレンジしてるってすごい面白い、新鮮じゃないですか。新鮮、ね、面白かったと思います、うん、しかし木本は二次予選を突破することはかなわなかった。悔しいよ、そりゃ。夢は次回に持ち越しとなった。今宵奏でる愛のセレネード今も。惜しくも二次予選で敗退となった木本だが、本間はボーカリストとしての未来を感じたのだという。木本さんは歌い方に特徴がまずあるんですよね。そこが入り口で耳が奪われるというか、未だにこの彼女の声は、ね、残ってますので、ね、あとはだからピッチとかタイミングとかのコントロールをもう少し得していけば、さらに表現力が深まっていくんじゃないかなと思って、いい部分もどん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 伸ばしていってもらえたらなと思います。徳永英明や平原綾香などの編曲を手掛ける坂本は、歌に対し明確な意思を持った存在感のあるボーカリストを探してきた。なんかこの伝わってくる波動も天性のものなとは思うんですけど、ご両親に感謝ですよね。上質なイミテーションに聞こえちゃったというか。そんな坂本が最も印象に残った声、アンケートに聞いていて心に入り込んできた。まとっている雰囲気、佇まい、表情も引き込まれる何かを持っていると回答。坂本にそう言わしめたのが一次予選でのこの声。長い目のベルで受話器を取った君、名前を言わなくても声ですぐ分かってくれる。嫌なことがあった日も声を聞けば自動的に Somewhere Shining。It's automatic。 抱きしめられると君とパラダイスにいるみたい。キラキラ眩
しくて Wow, wow, yeah I feel so good It's automaticOh yeah! Yeah, yeah! ありがとうございました。その結果、中島さん、はい、合格です。本当ですか？はい、見事一次予選を通過。しかし続く二次予選では、I am good じゃ惜しくも敗退。しかし中島が印象的な個性をステージで示したのは確かだった。僕の心の中にはすごく響く歌声で、やっぱそのアーティストとして何かをまとってらっしゃいましたね。で、月光っていう選曲と得意だと思ってらっしゃる曲が、まあ、果たして本当に聴いてる人に届くものなのか、ちょっとまた違う曲で聴けるチャンスがあったら嬉しいなと思ってますよ。はい。